いや、石井さん全員揃ったよ。はい、お集まりいただきありがとうございます。拍手します。3月20日、皆様には何がありますか。20、キャンコレ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 、はい、キャンコレありますね。そうですね、キャンコレが控えてますね。はい、皆さん、気引き締まってます。それもちろん、もちろん、もうそれはもちろん。まあね、ラーメンの練習毎日してるよ。まあね、そういうでしょ。練習をしている、余裕でしょ。はい、練習だけですか。まあまあ、俺は歌やる。練習、確かに歌はある。歌とか、なんかイベントは俺らは、そういう時はね、しっかり練習はしていますよ。練習もそうですね、大事ですね。もちろん、もちろん。でももう一つ、人前に出るということで、一番見られるところはどこですか。カッチッチ捕まれということは、ビジュアル。そう、ビジュルックスですよね。ルックス。アマリアさん、はい、代表して答えてください。それで本番いけますか。めっちゃ言うよ。いや、でもごめん、俺、11キロ痩せたじゃないですか。60キロどうしたの俺。80から60キロ、もう10、大体12キロぐらい、12キロ、11ぐらい、1ヶ月。今77。お前デブやん。ね、やっぱりいけるわと思ってちょっと食べたら1、2キロ増えたらやっぱ余裕持っちゃうんですよ。はい、それが何回も続くとこうなりますね。いや、俺も正月からやばいかも。いや、俺マジで今年入ってやばい。やばい食がやばい。食、うん、いや、冬は太るでも体なさへんし。せやな、な仕方ないわ。じゃ俺ずんずんこう、俺なんなら普通にちょっと維持してる。ああ、黒髪偉い。それが偉い。偉い。あ、そうですね。あ、まあ、天音さんはが、まあ、体重増えてしまったっていうのもあるんですけども、やはりチームで、全員でこういったイベントに出させていただくということで、今回はちょっと皆さん全員で全員やってもらいたいと考えています。変わってんねんけど。これでアミカ、アミカおいでよ。ちょっと絶妙やねって。違う、アミカはいける。アミカはいける。アミカはいける。太りたくもないし痩せたくもないでいける。俺だって仲間。お前は一番仲間やろ。じゃあ発表します。はい、2週間ダイエット生活。頑張ってね。鍛えなくてはいいということです。そうです、鍛えなくていいです。ただ痩せなあかん。そうです、気を引き締めていただくために今回ダイエットっていう形を取らせていただこうと。一番頑張ってね。どれだけ太れるかで、痩せれる人はどれだけ痩せれるか。はい、若葉は、若葉とアミカはどっちがいい。アミカはそれやったら痩せたい。若葉は、何言ってんの。川にしたい。俺なんでママにあと3キロぐらいって言われて。そうなの。これまで太りなさいよ、太るのって言われるしな。アミカはもうちょうどいいやん、2週間なんてちょうど3キロぐらい。ちょうどいい。まあ俺らちょうどいい組っていうのは難しいのよ。俺らって痩せるの難しいよ。なあ、ほら俺が代表してたろ。じゃあ見て、こっからこっちが痩せる、こっちはこっちは太る、はい、で、完成コレクションまでってことですね、これは。今回の目的は2週間で、現状からどれだけ変われるかです。なるほど。で、今回罰ゲームを、わぁ、またえって。これはもう皆さんのやる気、モチベーションを上げるためのえけど、俺一番変化が少なかった人、例えば痩せれなかった人、やばい、太れなかった人、そうなってくると話変わる。なるほど、うん、この中、一人だけ、なるほど、1ヶ月 TikTok 毎日投稿してもらいます。まあプラス、まあ確かにこれは、いい、これは俺らの悪いところ。めっちゃいいこと。俺らってもう TikTok から始まったのに、最高だよね、頑張ろう。する人しないと分かるけど、さあ、フォーエイトの TikTok ですか。個人でしょ。個人でしょ。そうか、ちょっと罰ゲームなるかな。そう、でもプラスやな。でも簡単な話、安くて努力やからしゃこんな。いや、2週間ってむずない。2週間絶妙。なんか一気にリバウンドしそうな、うん、あ、それがこれです。俺らそれがこれです。結果最初だけ、ね、ちなみに石井さんは僕ですか。いや、だってこれってさ、石井さんも言ってきたのさ。どうなんだけど、後継者がちょ、やろうや、おかしいと思う。一緒にやろうや。どうなの石井さんは。いや、でも僕結構この体にお金かけてきたから。いい方すんな。
今回は別に協力でも大丈夫なので、お友達とね、このチーム内で協力してなんかちょっとダイエットしようとか、そういうのを手組んでいただくのは全く問題ないです。はい、体重測りますか。はい、じゃあ現状を測りましょう。じゃあまず若葉。よー、はい、ダメやわ。はい、見とって。57.3。あー、薄っ。平均、ほんまに平均やん。うん、はい、じゃあ楽しみって。はい、何キロ、何キロ、待って、数字出ないねんけど、俺ゼログラム、ゼログラム、俺ゼログラム、空気痩せたの、44キロ。44、女の子じゃん。待って、痛いやん来て44やったら、お前もう43とか。痛いやん、俺ほぼラやで。エロいな、まあ、マジで太った。え、こうちゃん前ランキュー何倍やった、前痩せた時。覚えてる、68とか気にする。66.4。あ、でもでもじゃないで。え、でも筋肉落ちてやと思う。いやな、そう、筋肉のあれ。え、だって俺筋肉あれだけあって59とかやった。確かにそうか、めっちゃ太った。あ、そうか、え、10キロぐらい太った。違うかもしれない。失礼します。79.7。ほんまに笑われ。もう泣いてまうって。泣くよ。80やん。もう泣くなよ。一回預けた脂肪を。お前もう、え、80どれ、やばい。それって大丈夫そう。え、ちょっと待って、なんか絶対楽しいやろ、もう。嘘、絶対やろ。いやあぁ、絶対やろ。44.3。それぐらいやわ。痛いやん。え、ちょ待って、そっから痩せれんの、アミが。44.3 で、ちなみに39になれとママに言われております。39？ 年齢の話。そうやったら、老けてまうやん。どんなじゃない、体重してるから。はい、62.5。 62。 えーぶー、全員マリでくれ。お前が一番言うな。お前が一番言うな。平均で言うとぽっちゃり。大丈夫、俺ぽっちゃりって言う。ぽっちゃりってやれ。ほら、もうアマリはぽっちゃりでかい。待って、もうお前ぽっちゃりやな。はい、皆さん体重測ってくれましたね。はい、やばい、現状維持。まあ改めてね、こうやって数字で体重を見るとね、ちょっとやっぱ危機感というのを覚えるかなと思います。しますね、うん、これは、うん、というわけで、ちょっと関西コレクションの3月20日までちょっと皆さんの意識を保ちつつ、健康維持というか、はい、頑張ってください。はい、はいはいはい、美ボディですね。美ボディ目指しましょう。確かにな、頑張ります。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。とりあえず今日はここまで。